サム・リバーズが k r o q イニーロースト2019に出演時。サムエル・ロバート・リバースはアメリカ合衆国のベーシスト、リンプ・ウィズ・キッドのベース担当。中学校の頃、バンドでチューバを演奏した経験を持つ。彼は当初、ジャズスタイルのドラムを演奏したジョー・オットのおかげで音楽に夢中になった。多くの人がオットはリバーズのいとこだと言っているが、 感度アルバムをレコーディングするバンドの録音されたドキュメンタリーでリバーズは最初はいとこだと思っていたが実際は親戚ではない。彼はケニー高校司教に通った。リバースはベースを演奏する前にギターを弾いていた。これは音楽教師の提案で切り替わった。1994年リンプ・ビズ・キットを結成するブラック・サバスやメガデスなどのバンドに影響した。 演奏面では、パールジャムのジェフ・アメンを彼の演奏に大きな影響を与えたと述べています。2000年代初頭、リバーズは、キンター・アトキンスと結婚した。しかし、個人的な問題のために離婚した。現在、リバーズは、ポルノ女優のケイラ・ペイジと関係がある。ありがとうございます。